はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はちょっと変わった切り口からお話をしたいと思います。いろいろ皆さんも音源というのを使ってらっしゃると思うんですけれども、音源には基本的にキースイッチなど、いわゆる弾き方のアーキュレーションというやつですね、奏法とも言いますけれども、そういうのを変えたり、ギターのソフトであればハンマーリングをさせるとか、プリングをさせる、スライドをさせる、そういうようなのがありますが、今回お話しするユージャムの防具にもキースイッチというのがあります。防具のキースイッチはどちらかというと、バリエーションを変更するようなものです。早速ちょっと右の端の防具を演奏してみます。防具は指一本で演奏ができるようになっています。それも和音であったり、アルペジオであったり、そういうのが演奏できるようになっています。ちょっと弾いてみましょう。このように指一本で弾ける便利なソフトウェアです。ユージャムのソフトというのはだいたいこんな感じになっていますけれども、これを実際実践で使っていくとなると、このワンパターンだけじゃコードが切り替わるだけでそんなに楽しくないですよね。そして画面の左側の方にありますように、ここの部分ですね。ここでキースイッチを切り替えられるということになっています。キースイッチをちょっと触ってみます。はい。これ、ドの音、レの音、ミの音。このように、このエリアを触ると、弾き方を変更することができます。どんな感じかやってみましょう。このようにちょっとアクセントをつけれるわけです。防具の場合は他にももっともっと便利なアクションの付け方があるんですけれども、まあそれは今日は置いておいてですね。じゃあこれを実際の制作にどうやって使っていくかということですが、スタジオ1という DAW ですけれども、別にこれはどの DAW でも最近の DAW にはコードを表示するような機能があります。はい。上の方にこうやってコードトラックというのがありまして、ここにコードを書いてあるわけですね。これをこのまま下にドラッグしてくるだけで、ここに和音が入れれるようになります。どんな感じになっているかというと、画面下の方にこのように和音が表示されるわけです。これをそのまま演奏してみましょう。そうすると、はい、このようになるわけです。今、ちょっと高い音がかなり使われているように思いましたね。ですから、これをオクターブ下げてもいいわけです。ちょっとやってみましょう。まず、これを一応結合しておきます。選択をしまして、スタジオ1の場合、G のキーを押すと、このように結合できます。その状態で全てを選択して、オクターブを下げておきます。はい。ちょっとこれでもう一度聞いてみましょう。このように自動演奏ができるわけです。そして、ここにバリエーションを加えていくわけですけれども、
バリエーションを加えるというのは、ここに色が変わってますようにキースイッチエリアというのがあります。通常の DAW では色は変わっていないかもわかりませんが、スタジオ1独自の方式になっています。これをマウスで鉛筆ツールを持ち替えて、そしてまず最初は今押してますように騒の音ですね、ここにありますように騒の音から弾きますよっていう感じで、ここに騒の音をこのように書くわけです。で、途中からこの赤の間奏となってますけれども、ここからはこのラーの音の弾き方でやりますよとかいうふうにもできますし、途中バリエーションをつけるときはこの画面でいう黒鍵の部分にそういうバリエーションを書いていくと、はい、こうすることによってバリエーションが弾かれるわけです。ちょっと聞いてみましょう。いわゆる、まあ、打ち込みというか、マウスで置いていったわけですね。この方法も一つです。別にこれが悪いというわけではありませんが、皆さんの普段やっているのを DTM レクチャーなどで見ているとですね、まあ、こういうふうにマウス操作が苦手なのに、こうやって置いていくのが面倒だなと言われている方もいてるわけです。でも、まあ、僕の場合はこういうふうにするというよりも、マウスで書いていってもなかなかイメージがつかみにくいですので、演奏しながらキースイッチを入れていくことが多いです。それはどういうことかというと、もうコードはやられていますので、今画面に僕手を置いておりますけれども、ここの部分のコード進行はもういいわけですね。あとはこのキースイッチだけを入れればいいので、これも指一本で弾けるわけです。ちょっとやってみます。メトロノーム入れておきます。感じなんですね。ここで1回だけはキースイッチじゃないところでここに入れてますが、スタジオ1以外の DAW の方はこの入れたものがここに記録されていくようになるわけです。スタジオ1にはキースイッチをサウンドバリエーションに切り替えるという機能がありまして、 UJAM という会社はスタジオ1とそこでかなり親密に提携をしていまして、このサウンドバリエーションという機能を使いまして、この
キースイッチの音程じゃないところで記録をしてくれているようになっています。ですからここにとってもカラフルな色がついていますが、スタジオ1以外のユーザーさんはここに記録がされていくようになるわけです。こうなりましたら、弾きながらイメージつかみながらキースイッチを入れれましたよね。ですから僕はこの方法でやっています。そして押すタイミングなんかが悪いところがあればですね、このように画面を拡大したりしまして、そして編集を加える。ちょっと早いところあったな。もうちょっと後ろ方がいいな。これを後からこのように編集を加えていったりするわけです。他の DAW の方はここに入っていくわけですから、これをこうやって編集するのもよし、クオンタイズをするのもいいと思います。スタジオ1の方はサウンドバリエーションのクオンタイズというのは基本できませんので、ここでこのように修正をしていくことになります。言いましたように、マウスでここに入れていくという方法もありますし、録音をしながら演奏をしながら入れていくという方法もあるわけです。どちらがいいとかいう話を今日はしたいためにこの動画を撮っているわけではなくって、こうやって A のやり方、B のやり方というのを切り替えてできれば、とっても効率よく自分の得意な方法でやれるということですので、皆さんも入力するとき、いや、僕はマウスの方がもう慣れてるからっていう方もおられるでしょうし、今日見ていただいて、あ、演奏しながらやると雰囲気がわかりやすいなと思われた方もいてると思うんですね。ですから、いろんなやり方がありますので、皆さん、僕はこうやってるんだっていうふうに、あまり固定概念にとらわれず、いろんな研究をしていただいて、そして自分に一番合った入力方法、そして効率のいい方法、それらを上手にマスターしていただいたらということで、今日は動画を撮りました。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。